皆さんこんにちは、横山ペロでおます。まあもういきなりなんですけども、今日はもうゲストを紹介させていただきます。ほらちょブレイクスーズアグレスで今回なんですけど、というわけで、YouTuber のブレイクスーズアグレスお願いします。チャンネル登録者数、はい、80万ちょっとぐらいありますよね。そうですね、はい、まあ、ちょっとね、あの過去の、ロケでね、はい、縁がありまして、今回は、札幌にね、はい、僕が招待したという形になっております。北海道の美味しいものったら何連想します？ジンギスカンとか。ああ、ありますね。エスカロップっていう食べ物があるんですよ。皆さんこれ知ってる人いますかね？これ実は上がデミグラスソースでとんかつ&って下バターライスなんですよね、うん、今日はもうエスカロップを食べながら、はい、佐々木さんにいろいろお話を聞いていきたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、美味しいですね。YouTube やってて80万人にまず到達するってこと自体が僕は考えられないですけど、はい、なんでそもそも始めたの？なんで始めたか、はい、僕小学生とかの子供時代から、はい、僕グループワーク正直得意じゃなかったんですよ、本当に子供の頃から、で自分個人でやっていくことの方がすごい昔から成果が出たんですね。でそれで、大学の時に仕事の体験インターンで企業で働かせていただいたんですけど、はい、ですっごいいい会社だったんですけど、それでもやっぱチームで働く時にちょっとあれだなって思ったんですよ、はい、僕ちょっと微妙だなと思ったんで、だったら個人で、もともと YouTube 好きだったんで、気軽に投稿してみて、その成り行きで今があるっていう感じです、じゃあもう一攫千金を狙ってやろうとかっていうわけではなかった？狙ってやろうってわけじゃなく、はい、そういうなんか、はい、一人でも稼げるところの方がもしかしたら得意かもなっていうのをちょっと頭に入れつつ、でも楽しいからやってみようみたいな感じですね、見てて、はい。まあ、ちなみに僕なんかはもう少し1年っていうところなんですけども、はい、まあ、登録者数が400人、うん、そこまでその到達するコツみたいのって多分知りたい人いっぱいいると思うんですよ。確かに、はい、そうっすね。なんかないですか、その俺はこうやったみたいな感じ。ああ、はい、僕もですね、はい、1年間やって、はい、登録者500人しか行かなかったんですよ。え、そうなんですか？そうなんですよ。でそれで、はい、まあ、何が大事かって言ったら、はい、サムネイルですね。サムネイル YouTube ってもう YouTuber というよりサムネイラーだと思うんですよ、はっきり言って、もちろん動画がいいことは前提で、はい、でも入り口が良くないと誰も見てくれないんで、はいはい、再生数が伸びないんで、ね、結局チャンネル登録者増えないんですよ、はい、正直500人の頃までの時と1週間で2万いったんですけど、はいはい、その時別に1週間で動画のクオリティなんて変わんないんですよ、はいはい、変わんないけど、その1週間後の時に出した動画で、はい、早稲田主席なんですけど、はい、それをサムネにちょっと書いただけで、はい、1週間で2万いったので、はい、別にまあ僕みたいなあれがなくても、はい、人を引きつけるようなサムネイルを作れたら、そこをきっかけに動画が良ければ、はい、チャンネル登録者が増えると思うので、サムネイルにこだわってないで、はい、登録者1000人いかない人が大半だなっていう印象を僕は抱えてるので、はい、まずサムネイルを大事にすればいいんじゃないかな、はい、でもなんかほらサムネイルをこだわってるつもりでいる人も結構いると思うんですよ。そうです、でもこだわってるつもりなんだって、はい、僕も500人以下の時、はい、自分でこれだったら絶対見てもらえると思って出してましたけど、はいはい、今思えば全然こだわってなかったなって思うんですよ。サムネイルのために動画を撮って考えるっていう。そっか、ということは動画のことだけ考えるんじゃなくて、サムネイルのことも同時に考えながらやらないと、はい、ちょっとなかなか難しいよっていうことなんです。そうです。いや、これはねすごく勉強に、ね、なると、ね、思います。まあ、その中でぶっちゃけ80万人、はい、いくらもらってるんですか？いくら？あ、いいですよ、あ、いいですよ、あ、いいですよ。いつね、多分ここから前半と後半でまたげますよ。まあ年収で言うと、ちょっと感覚わかんない。